オープンストリート株式会社は、モビリティシェアサービス及び IoT デバイスの開発、提供を行う、スタートアップ企業である。ソフトバンク株式会社と、Z コーポレーション株式会社、JXTG イノベーションパートナーズ合同会社が、出資している。ソフトバンクが2011年から実施している、新規事業提案制度、ソフトバンクイノベンチャーで提案され、社内ベンチャーとして、 会社設立された。2020年1月には JXTG ホールディングスとの協業を発表し、2023年を目処に太陽光発電や蓄電池を活用したシェアモビリティの供給ステーション及びデータプラットフォームの構築を目指すことを表明した。2016年11月10日よりパートナー企業と連携して自転車シェアリングシステム、 ハローサイクリング及びスクーターシェアリングシステム、ハロースクーターを展開している。先行して展開している同業のドコモバイクシェアと比較すると、ドコモバイクシェアは1台数十万円する専用の電動アシスト自転車が必要なのに対して、ハローサイクリングは既存の市販の自転車にスマートロックとバッテリーを取り付けるだけなので、低コストで展開できるのが優位点である。 コンビニエンスストアの敷地内に設置されたステーション24時間利用可能で利用30分前からサイトからステーションを選び予約できる。利用方法はステーションでは自転車と予約した車両番号が一致していることを確認後ハンドル付近のスマートロックを起動し交通系 IC カードをかざすか暗証番号を入力すると自転車のスマートロックが解除される仕組みとなっている。 返却する際はステーションで手動の鍵をかけた後にスマートロックを起動しリターンボタンを押す。異なるステーションで返却できるがステーションが満車の場合は返却できないため注意を要する。料金はステーションや車種ごとに異なるがおおむね70円15分の料金や1000円12時間のステーションが多い。ただし2時間半4時間半までは割高となる。 2017年11月現在医療金の支払いは、クレジットカード払いとキャリア決済のみに対応。スマートロック解除に用いる、交通系 IC カードでは支払い不可。ホンダ技研工業の協力により提供される、便利、ジャイロを用いたスクーターのシェアサービス。2019年9月20日より、東京の新宿、目黒、新橋でサービス開始。埼玉、 千葉でもサービス開始予定。サービスの利用には、原動機付き自転車が運転可能な免許証が必要。ヘルメットはスクーターに備え付けられている。公式アプリシステム提供。ありがとうございます。